この VTR は、がんを知るというテーマで、がんの原因から免疫を利用した治療法まで、4回シリーズでお伝えしていきます。3回目は、がん治療です。お話を聞いたのは、がん治療の専門医、LSI 札幌クリニック、滝本理秀副院長です。先生、今日はがんの治療法について教えてください。はい。がんの治療法は主に4つあり、そのうち手術、放射線療法、薬物療法はがん治療の三大治療法と呼ばれています。まず1つ目の手術療法は、がん細胞を直接摘出することにより根治することが期待できます。ただ身体的な負担は大きいと言えます。2つ目の放射線療法は、体に対する負担は小さいですが、期間も長く副作用が出る可能性があります。3つ目の薬物療法は、転移したがん細胞も治療対象になります。ただ副作用も強く出る可能性があります。それぞれ医師と相談しながら、自分に合った治療法を選択することが重要ですね。その他のがんの治療にはどのようなものがあるんでしょうか。はい、4つ目の治療として免疫療法があります。免疫療法は様々な治療法があるのですが、一例として免疫チェックポイント阻害剤というお薬を使った治療法があります。これは免疫に対するバリアの役割を担うタンパク質の動きを阻害することで、がん細胞が持つバリアを解除します。バリアを失ったがん細胞は免疫細胞の攻撃をかわすことができなくなります。この免疫チェックポイント阻害剤による治療は、化学療法や放射線療法と組み合わせることで効果が高まることも期待できます。一方で免疫療法の治療効果には個人差があり、また保険診療のものと保険が適用されない自費診療のものがあるので、医師とご相談ください。